はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではヘラクレスの栄光3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、オープニングからゲームを始めまして、で、このゲームの主人公がね、記憶喪失の状態で、まあ、とある村でね、目覚めたところから始まったんですけれども、この村に住んでるキュレネという人がね、まあ、いろいろ、お世話をしてくれまして、で、主人公の名前もね、ゴンゲンというふうに決めてくれまして、で、ゴンゲン一人ではね、まあ、何かと不安だということで、まあ、一緒にね、ついてきてくれるようになりまして、で、しばらくね、村の人の話を聞いて回っていたんですけれども、村で飼ってる豚がね、まあ、逃げ出してしまったということで、その豚をね、まあ、捕まえてほしいというふうに頼まれたんですけれども、村に突然ね、まあ、大きい穴が開いてしまいまして、まあ、ゴンゲンがね、まあ、その穴に落下してしまいまして、で、キレネがね、まあ、助けに来てくれたんですけれども、まあ、実はゴンゲンはね、不死身の人間だったというのが判明しまして、で、さらにキュレネたちもね、実は妖精だったというのが判明しまして、で、改めてね、まあ、村に戻りまして、で、妖精たちと一緒にね、まあ、旅をすることになりまして、で、近くにある町にね、まあ、行ってみたんですけれども、妖精たちは人間の世界には入れないということで、その場でね、まあ、お別れになってしまいまして、で、その町にもね、まあ、入ることができなかったので、まあ、一旦ね、妖精の村に戻ってきまして、で、村に開いた穴の中に行きまして、そこで青銅の剣をね、まあ、手に入れたところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、改めてね、次の目的地に、まあ、向かってみたいと思うんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンが今レベル3まで、上がっております。では改めて、次の目的地に向かってみましょう。お、戦闘。エスカルゴン、うん、まあ、一撃でいけますね。お、エスカルゴの肉を手に入れましたね。ちょっと気持ち悪いですが、まあいいでしょう。まだね、道具とか使ったことがないんですよね。で、なんかフィールドを歩いてるとね、まあ、たまにこんな感じで、なんか地震がね、起きるみたいなんですけれど、まあそれが何かは、わかりませんね。で、そうだ。この町はね、まあ、前回も行ったんですけれど、まあ、こんな感じでね、町の中には入れてくれないんですよね。そしたらこっちの方に行けばいいのかな。で、また戦闘。あ、デスビートルは、一撃で倒さないとなんか、自爆攻撃をね、してくるんですよね。ちなみにあの実況外のレベル上げで自爆攻撃を食らって、全滅しました。あ、これですね。よし、なんとか耐えられますね。で、ここは町でいいのかな。こんにちは。ここはブドウの名産地ゴルテ村。あ、ゴルテ村。上等のブドウ酒で酔っ払って嫌なことは全部忘れちゃおう。まあ、忘れちゃおうと言われましてもね、こっちは何も覚えてないんですけれど、僕の母ちゃんは奴隷商人が連れて行ってしまったの。あ、そうですか。奴隷商人は村の左の奥の家に住んでいるんだよ。嫌なやつだよ。なるほど。ここは誰もいませんね。なんか壺の中にね、なんかアイテムがあったりもしたんですが、ここは特にないのかな。まあ、いろいろ、話を聞いていきましょう。あ、人がいますね。大きな声では言えないが、一
人の家の寝床をよく調べてみな。たまに寝心地の良さそうな場所が見つかるぞ。ん？人の家の寝床？宿屋代わりになるのかな？おや、旅の人なんて珍しいね。いいことを教えてあげようかね。持ち物が増えすぎたらその辺に埋めておけばいいよ。柔らかい土のところならどこでも大丈夫だからね。何を言ってるんでしょうか。あ、ここで休めるのかな。回復してますね。そう、なんか穴を掘るっていうのがねあるんですけれど、足元に穴を掘った、埋める、エスカルゴの肉をここに埋めるのですか。はい、エスカルゴの肉を埋めた、この場所忘れないで。ん？足元に穴を掘った、エスカルゴの肉が埋まっている、エスカルゴの肉を手に入れた。これは何なんでしょうちょっとよくわかんないですね。何かを埋めるときはね、ここみたいに柵に囲まれたところがいいんだよ。覚えやすいでしょ。なるほど。ねえ、持ち物がいっぱいのときはどっかに埋めておいてまた取り出せばいいのかな。お、お前はよそ者だな。心配するなって、俺もだ。クノッソスに入りたいんだが、よそ者は入れちゃくれねえ。こうなったら奴隷にでもなるしかないかな。さっきなんか奴隷商人に母親を連れて行かれたなんて言ってましたね。あ、ここはいけないのか。南にある神殿には行ってみたかい。地下の泉に浸かると不思議な力が湧くそうだよ。あ、そうですか。これは西部の人かな、ヘルメス。とりあえず挨拶かな。まあ、セーブは最後でいいでしょう。おじいちゃん、うちの中は娘の思い出でいっぱいじゃ。全部捨ててしまいたいのじゃが、いざとなるとできない。泥棒が入って全部盗んでくれるといいのじゃが、そうすれば娘のことを忘れてしまえる。娘は死んでしまったが、わしらは生きていかなくてはならんのじゃ。なるほど。ちょっとかわいそうですね。お、壺がありますね。何もない。この人はおばあちゃん？うちの娘はとっても綺麗だったのよ。でも魔物に襲われて。うちの人は早く忘れろって言うけど、そんなことできない。私はあの子の思い出だけでこれからも生きていくわ。ちょっとかわいそうな感じですね。あ、娘の思い出だ。娘の思い出を手に入れた。これをさっきのおじいちゃんに渡せばいいのかな。なんか違いますね。持ち物、娘の思い出、使う。あれ、女性になっちゃいましたね。うちの中は娘の思い出でいっぱいじゃ。一緒かな？一緒ですね。これは、元に戻れます？戻れますね。お、豚がいますね。ウヒこの人はさっき喋りましたよね。クノッソスに入りたいんだが、よそ者は入れちゃくれねえ。どれにでもなるしかないかなと。ここは、俺様はこの村で生まれた奴隷商人。当然みんなの嫌われ者。でもいいのさ、
金が儲かるなら何でもやるのさ。ところであんだ、若い娘を知らないか？高く買わせてもらうよ。あ、これでさっきの娘の思い出で女性に化ければいいのかな。まあとりあえず後回しにしますか。神殿に行きなさいみたいなことを言ってた人がさっきいましたけど、どの人でしたっけ。この人かな。あ、違う、南の神殿に行きなさいなんて言ってましたよね。ちょっと行ってみますかね。これは崖の上か。ちょっと行ってみましょう。ん？ここはダンジョン？農業の女神様、豊かなる緑の女神、デメーテル様のために建てられた神殿です。あ、そうですか。デメーテル様はお怒りのご様子。ここしばらく何もお告げをくださいません。デメーテルさんは何かあったんでしょうかね。この奥の部屋に泉があります。その泉に浸かると不思議な力が身につくことがあるのです。その力は旅を続けるために欠かせぬものとなるでしょう。なるほど。不思議な力、それは神の力が体に宿ることです。泉はこれかな。特に何も起こりませんね。まあそもそもこの権現がね、まあ不思議な存在ですからね。権現は大いなる力を感じた。そして体の中にその力が宿るのを感じた。パウ。しかしその力は何ももたらさなかった。これでパウの魔法が使えるようになったのかな。これは回復の魔法かな。話は一緒か。デメーテル様はどちらにいらっしゃるんでしょうか。こっちは何もないかな。ここは行き止まりですね。まあ、こんな感じで神殿の泉に行くと新しい魔法が使えるようになるっていうことなんでしょうかね。デメーテル様はどこにもとりあえずいないのかな。農業と恵みの神デメーテル。なるほど。まあ、神殿はこういう場所ですよっていうのもチュートリアル的な感じなのかな。お、戦闘。なんか先生食らってますね。とわー、よし。あとはコーンビートル。よし。今ダメージ食らってましたよね。権現は叫んだ。パウ。権現の HP 完全に回復。なるほど、回復魔法でしたね。このベッドでも休めるのかな。
いけそうですね。そしたらさっきの奴隷商人のところに行くのはとりあえず次回にしまして、今回はね、この名前を失念してしまいましたが、何村でしたっけ、ゴルテ村か。今回はこのゴルテ村でね、セーブをして終了したいと思います。まあ、セーブ後でやればいいか。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。